街中でテレビの CM で私たちが日頃何気なく眺めている企業ロゴの数々。そこにはそれぞれの企業の経営理念やより高い宣伝効果を生むための高度な計算などがギュギュッと詰め込まれているのです。そこで今回は有名企業のロゴに隠された意味やそこにまつわる逸話を4つご紹介します。1. Google。 検索エンジンなどインターネット関連のサービスに特化したテクノロジー企業。何かを検索することを Google と呼ぶなど、私たちにとってすっかり身近な存在となりました。創設者はレゴブロックの大ファンであり、検索エンジンを動かすサーバーをレゴブロックで作ったケースに収めていたこともあるのだとか。そんな彼らのレゴ愛は企業のロゴにも現れています。文字の配色にレゴブロックの基本配色である青、赤、黄を使用しているのです。これは色の三原色でもあります。また L の文字は緑色になっていますが、これは Google はルールに縛られないという経営理念を表したものなのだそうです。 2. FedEx。 世界最大手の国際宅配便会社です。会社そのものだけでなく、そのロゴも世界的に高い評価を得ており、雑誌などでロゴデザインの特集が組まれる際には必ずと言っていいほど紹介されています。少し分かりにくいですが、 E と X の間に矢印が隠れていますね。これは仕事のスピードと正確さを表現したものですが、本当に重要なのはその意味ではなく、文字の隙間に矢印が隠されているという秘密そのもの。こういう雑学を知るとつい誰かに教えたくなりますよね。このロゴはそういった口コミによる宣伝効果を狙って作られたものだったのです。ちなみにイスラム圏で使われているロゴはアラビア語で書かれているのですが、こちらもしっかり矢印が入っています。しかもアラビア語を読む方向と同じ左向き。こだわってますね。 3. ペプシ。2008年、それまで50年以上使用していたロゴを約1億円かけてリニューアルしたことで話題を集めたペプシ社。しかし何よりメディアの関心を引いたのは、ロゴリニューアルと同時に公開された27ページにも及ぶデザイン制作資料です。過去製品のデザインに対する分析だけでなく、黄金比、ピタゴラスの定理、果ては宇宙学や風水まで反映しているその資料は、こんなに壮大なのに前と大して変わっていなくてバカバカしい、わけがわからなくて面白いなどと様々な反響を呼びました。これだけ聞くと大企業が大真面目に愉快なことをしたというだけの話に聞こえますが、この一連の騒ぎは人々の興味を引くため計算されたブランド戦略だったと言われています。つまりあのよくわからないけど無駄に壮大な資料も口コミで話題を広げていくための起爆剤だったということなのです。 4. アップル。アップル、つまりリンゴは旧約聖書において最初の人類であるアダムとイブが食べてしまった禁断の果実。そのリンゴがかじられているのは、つまり禁忌を破って人類が進歩していく様を表しています。またかじるという意味の英単語バイトとデータ容量の単位であるバイトをかけたものでもあるのです。なんてこれまであちこちで紹介されていたのですが、これ実は間違い。このロゴを手掛けたデザイナー曰く、リンゴをかじったデザインにしたのはみんながさくらんぼと見間違えないようにするためだったのだとか。拍子抜けな真相が明かされたロゴですが、一方でデザインそのものは恐ろしく緻密に計算されている素晴らしいもの。なんとその要素のほとんどが黄金比で形成されているのです。いかがでしたか？一見シンプルなロゴでもそこには緻密で複雑な考えが込められていると思うとワクワクしてきますよね。今後どこかでロゴを見つけたら、これは一体どんな意味でデザインされているんだろうって考えてみると楽しいかもしれません。私もスターランキングのロゴとか作ってみたいですね。こう星型ベースで可愛い感じで。え、どうしてもイソギンチャクにしか見えない？せめてそこは人手と間違えてくださいよ。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。